妻勇気の冒険少年。おはようございます。この中、蚊がすごい。2日目、小雨、まあ現在取っておいた薪をくべて安心な状態にしてから釣りに出ようと思います。あ、そうよ、アリモボックス魚のショー開けるか。醤油生で食ってる時に醤油欲しかったな。また釣ろうぜ。醤油ね。なんか ことごとくあれやな、判断を読み違えてるな。ん？あ、これ命の箱か。あ、ずっと水分取ってねえから朝抜けの一杯。残しといた後でまた飲もう。焚き火の焚き火のまあ持続ができそうなので、これはここに置いといて、これはちょっと食料調達に釣り行こうと思います。調達できたら次は水を作るをやって、次は調理したいね。その後まあなんかこのビニールシート使って家っぽい何かを作りますか。有馬が入れといてくれた今回。この海藻がさ、このびっしり広がっちゃってて、これに引っかかってんだと思うんだけど、どうなんだろう、いいのかな。でもタイ釣れたぐらいだからな。浅瀬はいなさそうなので、ちょっと移動しますか。これ亀の手、これはなんかいい出汁が取れるとよく聞きますな。これですね、亀の手。
次に床節、これあのなんか、ま、仲間的にはアワビとかの仲間だと思うんだけど、バチッとひっついてんだよね岩に。あ、強っ強っ、えい、取ってきた。このシャベルはあの忘れ物なんですけど、こんな感じです。トコブシ、いやサザエ、サザエとかウニとかいるけど、地元の漁師さんが一生懸命育ててるらしいのでね。ね、確かに言われてみればちょっと小ぶりなサザエ。あ、潮が満ちてきたわ。浅瀬ももうそんな長くおれん。ということで今回の漁獲量です。トコブシがほとんどかな。亀の出たトコブシ、あとおそらく1匹だけヤドカリ。多分いると思うんだけどな中に。で調理をしていこうと思うんだけども、水がないので、行ってこなあかんな水を汲みに。あの有馬のさ、あの水項目さ、ちょっとでも飲める水を作れば OK って言ってたからさ、つまりそういうことじゃないかなと思う。よし、水汲みに行こう。いや本当に本当に昨日の雨、うわ雨やじゃなくて、夕べか昨日というか、あれなんかして貯めとけばよかった。おお、ちょ待って、え、ちょ待って、はいはい、これカニじゃじゃカニじゃねえ、もう頭が水取る用のバケツなんですけど、ちょっともうこうなってしまっては捕まえるほかあるまい。こいつ、ういハゼ、いや新たな獲物が取れたものの、水は作れてねえから料理もできねえ。じゃあ俺ちょっと朝露作戦に出ようかな。有馬があのタオルを置いてくれてたっしょ。
ぐ見つかった。これこれこれで、これで今この時期って寒暖差あるから、草露とかの頭のとこに水滴があるはずね。あれをバーッと これでさらってきて、後で絞る。では、そこら辺の草をこいつでさらっていきます。濡れてねえよ。ああ、有馬のカルピスちょっと残そうと思っとったら、まあ、当然やけどこうなった。腹も満たさねばならん。腹も満たさねばならん。食おう。意外と竹燃えやすいことが分かったんで、魚を刺す串をちょっと考えなあかんな。よし、貝はせっかく貝殻があるんで、これに貝殻を下にしてやろうか。そう、床干しうまそう。よし、でまあ貝は多分結構火通した方がいいやろうから、魚行こうか。こんな感じ。今日の昼食です。ではでは、トコブシいただこうと思います。今回は俺の元にもですね、文明がありますから。焼きトコブシです。ああ、バカか。何秒ルール？うん、うまいので正解。続きまして、亀の手なんだけど、これはちょっと外側は食えないので、ちゃんと貝の仲間なので貝柱もある。アンモナイトみたいにさ、先端に、アンモナイトみたいに先端にあのヒゲみたいな、んかあの足みたいなのがあるんだけど、これ食えねえっすね。だからその根元についた身を食うんだ。これカメの手って出汁取ったことしかない。あ、でもうまい。あ、カメの手うまい。カメの手はどっちかっていうとエビに近いな、味。いい感じだと思う。いただきます。うん、うめえ。このサイズなら骨
骨からいけるな。うん、うん、うまかった。ごちそうさまでした。実習してこれってことは、水場はない。水場がないわけではないんですよ。あの、もう初日から見つけてるんですけど、これはテニスコートではないです。あの、沼らしいんですよ。で、めっちゃ汚ねんすよ、ゴミ浮いてて。あの、川の水全然飲める。人の手が入ってない池の水全然飲める。あれはやべえ。マジでここで無人島キャンプする人、ゴミ全部ここにぶち込んでんのかなっていうぐらい汚ねん。ただいまー。まだ燃えてんな、ちゃんと。ということで、もう喉からから、もう、人は水なしでは3日間しか生きれんというのは、そういうことですね。もう、しょうがない。有馬くんの、物資を飲ましてもらおう。水を作るっていう課題の、あの、メモがあるやつ、中身どう考えても水でしたから。水の確保、水の確保、残念ながらできませんでした。いろはーす。いやー、生かされている。自分ではクリアできなかった。いただきまーす。うますぎる。生き返った。じゃあ次に俺がするのは、家か。次回、そのままでも食べられるの意味は分かった。食べられるだけだ。うん、まうめえ。落ちました。